こでちょっとモデルさんが撮影を被写金みたいなそういう感じでちょっと決めたりとかするんだろうね。いいっすね。どやー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロンみやみの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は可愛いけど甘すぎないエヌジョイ村、ね、村長さんはロボとビアンカ推しらしいですまだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる。はい、もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでそのエヌジョイ村に行ってみたいと思います。はい、エヌジョイ村に到着。なんかすごいな、何これ、敷石？夢の世界へようこそ。あなたは今エヌジョイという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のエヌジョイの世界をご堪能遊ばせ。え、なんかすごいね、綺麗。いいね、星が。あ、そういえば。お？あ、見て見て、流星群。え、やばくない？お願い。お願い。え、やばい。私自分の村で見たことないよ、流星群。流星群が降るっていうさ、あの予報みたいなのは見たことあるんやけど。ふわー。めっちゃお願いするやつ、人の村で。そう、ここから右側に行ったところに着替えが。もうめっちゃ、いいね。ああいう音が聞こえてくるんや。これは男の子用と女の子用ってことかな。よそ行きな服、リボンウィッグ。あ、じゃあこっち側が女の子かな。よし、取っていこう。これは？あ、青いスティックライトと黄色いスティックライト。じゃあ私青で行くわ。よし、着替えます。いいね、いいね。じゃーん、こんな感じで。イエーイ。スティックライト良き。スティックライト良きよ。はい、ということで。あ。え？あ、びっくりした。これあれか、リセットさんのやつか。ちょ、一瞬さ、マイデザでできたマンホールやと思ったけん、音がするぞって思った。なるほど、そういうことね。あ、で、これはあれか、植え込みとかそういうやつ？え、なんか地面のマイデザめっちゃいいな。これ金のバラ？ふぅ、素晴らしい。あ、そして、あんまりね、こう、夢見で、夜のところって、そんなにないんやけど、見て見て見て。あ、めっちゃいい。この辺のさ、あれじゃない？テーマパーク感半端なくない？え、テーマパーク感が半端ない。テーマパークの入り口って大体こんな感じやん。え、超綺麗。いいね。さ、それじゃ、あ、家はこう、3軒繋がっとる感じなんかな？待って、こっちじゃないね。違う方向に来たな。こっちか。はい、ここから行けるっぽいです。お、音楽が。大好き。いいね。あ、どうも。おさきさん。サロンエンジョイです。おさきさんの家は、ショップ&サロンらしいです。え、どれやろ？一番左端？かな。はい、お邪魔します。めっちゃ綺麗なんだけど。え、いいね、いいね、いいね。マスター、大量のマスターが。あ、紅茶入れてくれるんすか？ありがとうございます。いいね、いいね。コーヒーだけかと思ったら紅茶も入れてくれるのね。嬉しい。お、びっくりした。人がいた。人がいた。本選んでるの？
あ、なるほど。なんか本を読みながらコーヒーを楽しめるっていう感じか。最近そういう感じのところ多いよね。なんかあの本屋さんにカフェが併設されとったりとか、そういうところすごい増えてきたなってめっちゃ思う私。はい、それじゃ左の部屋へ。お、左側はノーフォン。ここでは携帯の使用をお控えくださいませ的な感じかな。あ、まあ、確かにサロンこういう雰囲気のところでね、まあ、チカチカ光をめっちゃ光ってるけどこういう幻想的な雰囲気の場所で、まあ、そういうスマホの明かりだとか、ちょっと雰囲気も壊れるし、なんか音とか鳴られてもね、うるせえわってなるか。そういう感じだね。なるほど、なるほど。なんかこう、ね、携帯の電源を切ってくださいみたいな注意をされとっても、電源切らずに、なんかただ単に音をなくしとるだけの人とかおるやん。光でわかるからって感じよね。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥は、あ、壁があったのか。見えなかった。見えなかったぞ。なるほど。ここで、サウナみたいな感じ、ここ。こういうの巻いて、蒸される私。お、スモーキングエリア。あ、なるほどね。ここでタバコを吸ってください。これ灰皿ってこと？これ灰皿に見立てとるってことか。なるほど、なるほど。ここ喫煙スペース。あ、こういうの飛び漏れで見たことないな。こういうシチュエーション。なるほど。すごい。さ、そして、あ、ここはなんかメイクとかしてくれるってことかな？座れなかった。座れなかったわ。きっとそういう感じなのであろう。横からやったら開けれる？あ、開けれた、開けれた。なんかこういうさ、メイクボックスみたいなの買うんやけどさ、ほんと、なんか、どんだけ買っても、メイク道具がどん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 増えていってさ、収まりきらんくなってくるよね。よく使うやつと使わんやつに分けていったら、いい感じに収まるんかな。はい、そして右側の部屋へ。お、右側は美容室。はい、カットお願いします。いいね、いいね。こっちで、ま、シャンプーしてもらって、そして、あ、これ足が上がったりとかするんや。今初めて気づくやつ。マジで今初めて気づいた。なんかそういうね、動作とか全然知らなかったよ。そしてこっちでカットをしてもらうと。ここはお客様が待つ用の場所だね。あ、待ってる間にコーヒー飲んでいいんですか？ありがとうございます。結構なんか無料でコーヒー出してくれとるところとかもあるよね。私は飲めないんですけど。飲めないんですけど。はい、そして、2階へ。お、あ、ここは、ジュエリーショップですか？まあ、ジュエリーであったりとか、あとはまあ、こういう高級なカバン。いいね。私これがいい。私これがいい。いや、レオパード柄めっちゃ好きなんよね。ほんと好きなんよね。可愛くない？一時期もうレオパード柄ばっかり集めよってさ、髪ゴムまでレオパード柄っていうね。部屋着もレオパードやし、ね、筆箱もレオパードみたいな。この白いのも可愛い。この白か、この黒か、レオパードっていう感じ。いいね、いいね。あ、これ今私お会計中。この赤いのください。こういうところで働きよる人って。あ、すごい。見てこれ。女の人やけど、なんかめっちゃパリッとスーツ着こなしとって超かっこいいんですけど。タキシードやないん、タキシード。いいね。
白いスーツが似合う人って大体イケメンよね。いいわ、多分あなたも美女なんだろうな。はい、そして地下へ。お、地下は、お、なんか、すごいくつろげるスパですか？あ、ロボットビアンか。なるほど、こういうところに。ちょいちょい入れてくるわけですね。あーいいわー。じゃあここでね、ここでカクテルでも飲みながら優雅なひとときを、花びら浮かべたお風呂っていいね。入ったことないけど現実では全く入ったことないけど。ほい、それじゃあ、あ、どうもどうも。はい、それじゃあ、2軒目。お。どうも。おかきさん。アパレルメーカーです。アパレルメーカー。なるほど。お邪魔しますね。おー、いいね、いいね。ここ受付？なるほど。あ。お、パリッとスーツを着こなしてらっしゃる。なんかあれだよね、この村の、こういう働く女性たちは、パンツスーツなんやね。かっこいいわ。いや、女の人ってやっぱりスカートかなっていう感じやけど、いや、かっこいいっすね。いいっすね。はい、ちょっとそれじゃ左側の部屋から行きます。お、左側、ここは、服を作っているところだね。素晴らしき。いや、ファッションデザイナーになりたいなと思ったことがね。ほんと私いろんなものになりたいと思っとるけんあれなんやけど。ファッションデザイナーになりたいなと。いや、実はね、いつ頃かな、中学生ぐらい、小中学生ぐらいの時に思っとって。いいね、いいね、いいね。かわいい。そう、服の絵とかをなんかいっぱいノートに書いていったりとかしよったんよね。懐かしいわ。え、こういう感じ？まるでなんだか、なんていうの？家具を作るみたいな。ま、これで何かしら出来上がるのだろう。すごいな。あ、でもデザイナーさんと作る人はまた別か。ね、デザイナーは多分、図面に起こす人。ほい、そして、奥へ。お、え、奥は、撮影スペースがあるよ、撮影スペースが。なるほど。ここで、ま、こう何、アパレルメーカーってなっとったけん、そこのブランドの服とかを着て、ここでちょっとモデルさんが撮影を、ま、イメージモデルさんみたいなのが、ここでね、ま、こう、キメキメ、借金みたいな。そういう感じでちょっと、決めたりとかするんだろうね。いいっすね。どやー。どやー。こんな感じで。いや、いいね、いいね。撮影スペースまであると思わなかったわ。ほい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、ここは？ここは何なんやろ？チェックをするような感じのところかな？さっきの左側のところは、なんかもうすでに作り寄るところやったけど、こっちは案を考えたりとかするところってことかな？それか最、もう出来上がった商品のなんか最終段階チェックみたいな感じ？で、なんか取引先の人たちとのこう、なんか電話とか、メールのやり取りみたいなのが。あるって感じ。なんかオフィスやもんね、ここ。きっとそういう感じなのであろう。かっこいい。なんかこういう会社みたいなところで働いたことがないけんね。いまいちよくわからないけど、ドラマの中の世界ではこういうのよく見るよ。ほい、そして、2階へ。お、2階。
あ、ここは完成品の展示室みたいな感じかな。本もいっぱいある。あれかな、ファッションとか、そういうのの、なんか知識をここで身につけていくっていう感じかな。いいね、いいね。これはもともとある服？もともとある服とそうじゃないやつとかあるんかな。私、このさ、このあの手前の、手前の赤いスーツ、あれ好きなんやけど。あれなんかかっこいい。いいね、いいね。あ、あと、あっちから2番目の、あのデニムのやつ、あれもかわいい。ああいうのいいな。はい、それじゃあ。それじゃあ最後の家は男の人の家だね。どうも。おやきさん。アップルストアにようこそ。なるほど。ここがそうなのね。まるで隠されてはいたけれど。お邪魔します。お、なんだ、すげえびっくりしたぞ。すげえびっくりしたぞ。この方たちはお客様ということでよろしいのだろうか。なるほど。あ、アップル製品がたくさん並んでいる。アップルウォッチかな。アップルウォッチかな。でかいけど。ほい、それじゃあ左の部屋へ。左側は、お金が、お金が見えるよ、お金が。もしや、あの下の段ボールにもお金がいっぱい入っていたりとかするのかしら。ひやー。ほい、そして、やっぱりね、アップルさん儲かってますよね。儲かってますよね。はい、右の部屋へ。お、右は、車や、車。え、これは？この車たちは、従業員の方たちの車ですか？なんだもう、高級車ばっかり乗り回しやがって。特にこいつ。いやー、ダメだダメだ。何？社長？社長さんなの？素晴らしいじゃないか。あ、でもその一方で、こうね、バイクだとか、自転車で通勤しているような、もう一般的な感覚の方もいらっしゃるのね。ふふ。ほい、そして、2階へ。お、2階は、なんだ？ここは何かの研究室ですかね。宇宙と交信とかしちゃってるんでしょうか。なんかちょっと異様な光景。まあ、きっとここでなんかね、通信関係の何か、何かしらをしているのであろう。これって何から出よる音？これ？こっちかな？これか？あ、違う。今音が出だした。こっちかな？なんか謎の、何かしら機械の音か、話し声なのかわからんけど聞こえるよね。でも私完璧な無音よりも、こういうなんか機械の音とか聞こえる、ぐらいの方がね、安心することない。無音ってちょっと不安になるよね。ほい。こんな感じで。あ、すごいな。こう、基本的に家の周りはみんな、金のバラなんやね。ちょっと、黄色いバラが紛れていたけれど。でもきっとすごい、経済的にも、潤っている村なのであろう。まあね。アップルストアがあるぐらいの村だから。そりゃ、潤いますよね。素晴らしきだわ。流星群も見れたし。いやー、ついてるー。ちょ、待って、今私は迷子になっている。すごい迷子になってる。ん、肥料これ。お薬？あ、アイスクリームやった。なるほど。アイスでも食べて帰ってねっていうことか。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、いつまでかはちょっとわからんけど、まあ、この村に来たら流星群が見れて願い事が叶うかもしれない。ね。